福岡教育大学附属久留米小学校は福岡県久留米市南1-3-1にある国立大学法人福岡教育大学附属小学校。学校長は福岡教育大学の教授が兼務する。同大学附属久留米中学校と垣根なく隣接し、久留米地区附属学校事務室は学校内にある。グラウンドの面積は同中学校よりも狭い。西隣は 福岡教育大学附属久留米中学校である。大阪教育大学附属池田小学校の児童、殺傷事件以降、警備員が配置されている。教育大学の附属校として、教育研究と教育実習の場ともなっている。ゆえに、他の附属学校と同様、しばしば先進実験的な授業が行われる。生徒数は、約420人で、 入学や転入学に際しては学科試験を課する。出願には通学時間50分以内という制限がある。また、入学は付属幼稚園からの進学を優先している。1学年は基本的に35人、学級にクラスの70人であるが、途中転出や転入などで多少変動する。なお、各学年聞く組と桜組に分かれている。以前は、 福岡教育大学教育学部附属クルメ賞、学校と称したが、2004年度から、福岡教育大学が、国立大学法人になるのに伴い、現行名に改称された。賢く優しくたくましく一緑の波畜子の良い、この世界が青麦だ肩を組み輪になって、朝の光へ手を挙げる月子月子明るい我ら不祥夫、この微妙我らに膨らむ。 胸大空元気な歌声よく響け方を組み輪になって、高い理想へ手を挙げる月子月子明るい我ら不祥符、このビューク我らさん、夕焼け雲そよ風、良い、この方なら人もえ,えよ方を組み輪になって、明日の希望へ手を挙げる月子月子明るい我ら不祥符、このビューク我ら。ありがとうございます。